伊佐市は、鹿児島県の北部に位置する市である。伊佐米の名で知られる、県内でも、屈指の米どころであり、また、金の産出で世界でも、有数の高品位を誇るひしかり鉱山が所在する。鹿児島県北端の内陸部、鹿児島市から北へ約75キロメートルの場所に位置する。北側は、熊本県、東側は、宮崎県と接し川内川が市を縦断する。中心市街地は、 大口盆地の一部を成しており、標高は180メートル前後である、九州型の太平洋側気候であり、下記の降水量が非常に多い、南九州であるものの、周りを険しい山に囲まれた内陸盆地となっているため1月から2月は冬日になることが普通である。1月の平均気温は摂氏4.4度で、これは盆地の京都市よりも寒い。そのため、 鹿児島の北海道と言われることがある。2016年1月25日には、大口アメすスにおいて、定地での九州の最低気温となるマイナス15.2度を記録した、旧自治体に合わせ、大口、ひしかりを干渉する。大口ひしかり、平成の大合併の動きに合わせ、2000年代初頭に、大口市とひしかり町では合併協議会を立ち上げ、新市名を伊佐市と決定したが、 菱し町で実施された住民投票において反対が賛成を上回ったため合併は実現せず2005年5月に協議会も解散したその後両自治体では2006年8月28日に改めて伊佐地区合併協議会を立ち上げ新氏名を前代の協議会と同じく伊佐市とする新設合併で合意に至り2007年12月26日には 鹿児島県知事より、配置文豪決定書の交付。2008年1月30日に、総務大臣による告示を経て、同年11月1日に合併した。ひしかり庁舎常駐、伊佐大泉、伊佐西木、伊佐美の醸造が盛ん。伊佐米は、米工事の原料として欠かせない。伊佐市に本社を置く企業。編集さんや小学校公立高等学校。編集私立高等学校。 中学校、編集公立中学校、編集公立小学校、編集国道447号市内に鉄道駅はない。最寄りの鉄道駅は栗野駅、新水俣駅、鉄道、編集かつては山野線及び宮野城線が旧大口市の代表駅である、薩摩大口駅から鹿児島本線の水俣駅、川内駅、 被殺線の栗の駅の各駅へ通じていたが、いずれも特定地方交通線に指定され、1987年から1988年にかけて相次いで廃止、バス転換された。高速道路の最寄りインターチェンジは、南九州西回り、自動車道水俣インターチェンジ、九州自動車道栗のインターチェンジ、一般国道主要地報道一般県道郡山、八幡神社、 ありがとうございます。